はい、こんにちは、秀典です。ノリです、チャンピオンの試練が新しく開催さ、アイドルヒーローです。チャンピオンの試練が新しくなったってことでね、見ていきたいと思います。前列後列補欠チーム、なんとなく設定しましょうか。とりあえずメインはやっぱりこう普段自分が使っている一番強いチームってことですよね。まあ僕の場合こんな感じなんですけど、こんな感じで召喚獣は大員ですね。あ、ほんでこういう風に、あ、こういう風に入れられるのか。だとしたら2軍ってどうなんだろうな。まあこうかな、あんま強くないね。本当はね、オール星5がいいんでしょうけど、ちょっとユニマックスここ並びが微妙だ。まあいっか、ちょっとこれで設定してみます。はい、スタート。どうなるんだろう。で、僕はそのランクが180以上なんで一番上のグループですかね。っていうかほとんどの人が一番上のグループやと思うんですけどね。これだって今僕1028っていうサーバー、それなりに若いさ、まだサーバー統合してないようなサーバーなんですけど、もうほとんどの人が180なんて超えてるんで、まあほとんどここに行くんじゃないかなと思いますけどね。どう、あ、これ防衛とかもあるんだ。そうか、そうか、防衛を決めたんだもんね、今ね。え、で、あ、これはもう普通なのかな。あ、なるほど、普通にやっていく感じかな。みんな強、ちょっと勝てそうな人おる。全サーバーですもんね。この人絶対勝てそうやな。ちょっとやってみよう、これ。ちょっと絶対勝てそうな人とやってみます。ん、あ、これも決めろって。はい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 、わかりました。こうで、ガルーダか。あとは適当に並べとけ。そうか。で、これも、これもあれですね。サブっていうか補欠チーム決めて用意したと。スキップじゃないね。あ、で、公式ツイッターで見たな。あれ、なんか重くない？いや、それはそうか。それはみんな今、全サーバーの人みんな必死こいてやってるもんね。重いな、これ多分。そうか、そうか。で、確か倒すと、ここに補欠チームから補填されるって感じなんですよね。でしたよね。いつ補填されるんだろう。あ、全滅したらかな。その都度ってわけじゃない。おお、あ、ターンが変わるとくるんだ。ああ、なるほどね。じゃあ3ターン目に、おお、強い、強いな、意外と。3ターン目にポンと補欠チームが来ると。ああ、なるほどね。はい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 。あ、でも結構意外とこれ作戦考えられそうですね。ここにこいつを入れといた方が、例えばキャリー最初3体用意しておくとかじゃなくて、後でキャリー来た方がいいみたいな、そういう感じできたりすんのかな。なるほど。ランキング順位が今ので僕107位になりました。人少なくない？まあまあまあ、でも本当に全サーバーって感じですね。もう結構1000番台もいるな。まあまあまあ、今始まったばっかりなんでね、どうなるかわかんないですけど、まあ頑張って上位目指そうかなと思ってます。あ、そうだ、見るの忘れてた。ウィールオブタイムどうなった？よかった、決勝戦。決勝戦残ったんですけど、僕もしかしてまた防衛。これで僕ウィールオブタイム、これ4回目かな、残るっていうか、まあ、ちょっと適当に組もう。残るっていうかさ、その決勝戦行ったの？決勝戦行ったの4回目かな。全て防衛ですね、僕ね、これ。なんで？どうしたらこれ、
これ日程で見れるのかな。あ、ちょちょちょ、今回攻めだ。あ、もう絶対勝てないじゃんこれ。いや、わからんぞ。相手の戦力を見てみよう。あ、なんかやり方次第では意外と勝てるかもしれない。1100万でしょう。あ、意外と勝てるな。 OK、 とりあえず、いつものパターンですね。戦力隠ししたいと思います。戦力隠し、思いってだから戦力隠ししよう。戦力隠し、そう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 、間違えた、戦力隠ししますね。こうレベル1とかのね、この辺とかをこう適当に置いといて、こうしてこうしてこうして、なんでこれ10個決めなあかんのだろうね。ああ、これめんどくさいんですよこれ。よいしょ、これどうにかならんのかなこれ。ああ、めんどくせえ。よいしょ、はい、露骨な戦力隠し。なんならこの ここもこうしよう。ああ、めんどくせえはい、でこれ戦力1万5000になりました。で、あれも隠しとこう。アイコンフレームもなしにしとこう。見えないようにしといて相手を油断させる作戦。いや、絶対通用しないよなどうせ相手も全力でかかってくるんやから。で、これでこんな感じですね。こんな感じ。相手はもう相手もバレてるからね私は隠したぞ。よし、いや、意外とやり方では勝てるかもしれないかもしれないが、ここのミームのとこきついな。なんとなく戦力は分かった、なんとなく分かったけど、いや、でもきついな、無理そうっすね。まあでも頑張っています。はい、今日の動画はそんな感じです。新しいチャンピオン試練、なんとなく試してみました。はい、ではそんな感じでした。終わります。バイバイ。